なでしこジャパンが7月8日、パリ五輪。その直前の13日に金沢で行われるガーナとの親善試合に向けて、国内合宿を指導した。初日の練習後、同日に池田太監督から首相に指名された熊谷咲が取材に応じ、大舞台への思いを明かした。 フォト7月25日にパリゴリン初戦を迎えるなでしこジャパン18人とバックアップメンバー4人を一挙紹介。北海道出身で現在33歳の熊谷は、浦和エルでキャリアをスタート。その後、フランクフルト、リオン、バイエルンミュンヘン、そして現在所属するローマと、欧州クラブを渡り歩いている。 中でもリオンでは8シーズンにわたってプレー。前人未到のチャンピオンズリーグ5連覇も成し遂げた。フランスには思い出が詰まっているだけに、今回の外戦は胸が躍るようだ。私の中では8年いた場所なので、すごく思い入れは強いです。熊谷はまたパリ五輪で対戦したい国は、という問いにも対応。国か、そうですね、いやー。 と考え込む中、質問した記者から、勝てる国。とパスが出されると、私たちが勝ち進める国。わら、と同調した上で、こう決意を示した。いや、でも本当にどの国もやっぱり、簡単な試合には絶対ならないと思います。元チームメイトに会えるという意味では、フランスやドイツに会いたいですけど、あんまり戦いたくないです。 戦いたくないというか、戦わなきゃいけなければ戦うんですけども、できるだけ後の方に、20歳でさはマレラと共にワールドカップ制覇を経験した頼れるキャプテンは、日本サッカー史上初の金メダル獲得に導けるか、結果を含めて最高の大会にしたいと一点を見つめる。取材、文黒丸アリゾノリオーマ、サッカーダイジェストウェブ編集部、